はい、こんにちは。タウン町田 TV をご覧の皆様、マーバンのボーカル福吉です。今日はちょっとマーバンのことではなくて、一つお知らせをしたいことがあって、出演を急遽お願いしております。赤毛のアンの、舞台がですね、今度ハーモニーホールザマというところで、行われます。出演、アンシャーリ役にはですね、元 AKB の小原遥さん、ギルバート役には、冒険者ですね、戦隊ものの冒険者とか、ミュージカルテニスの王子様とか、まあ、その辺で人気を博してます斉藤飛鳥さん、そして、マリラ役にはですね、なんとアニメの赤毛のアンありましたけどね、そこで、赤毛のアンの役をやってた方ですね。あとキャプテン翼の、美咲くんとか、その辺やってた声優さん、今舞台の方を中心にやってるんですけど、そんな、大御所が、出演される中、我が息子の、福吉大がですね、出演してます。来年もですね、全国規模で全国回るような舞台やってるんですけど、やる予定なんですけどね、今回、今年最後の年末の舞台が、ザマの方であるということで、ぜひともちょっと、近辺なんでね、宣伝させてもらおうと思って今日は来ました。ぜひ赤毛のアン、そして福吉大河、よろしくお願いします。